いやそれにしても日本国憲法ってザルですよね。日本国憲法が施行されたのは1947年のことです。ですからもう70年以上経っているんですが、その間一度の改正も行われていません。当たり前ですけど70年も経つと社会って変わるんですよ。もう国際情勢だって大きく変化したし、当時はまだ中華人民共和国なんていうものもありませんでしたし、朝鮮戦争すら起こっていませんでした。そりゃいろいろ変わりますよね。9条と安全保障に関してはそのできた当時からまあ、ちょっと無理があったんじゃないかなと思いますけれども、この70年経ってですね、他にも対応できない問題っていうのがいろいろ出てきています。特に近年同性婚についての議論がありますよね。僕個人の意見を言うと、憲法を改正するんだったら同性婚はいいんじゃないかなと思いますよ。日本国憲法24条にはこう書いてあります。婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならないっていうね、この条文日本語として普通に考えてみたらどうなるでしょうか。婚姻は両性の合意に基づいて成立するんですよ。で、両性って何を指すのかって考えると、まあ男と女ですよね。特に1940年代の価値観で言うと、まあこれ間違いなく男と女というのを想定しているでしょう。さらに両性の合意のすぐ後に夫婦が同等の権利をってありますけど、夫婦ってさ、それ男と女じゃないんですか。だからこの問題を解決するためにはやっぱり憲法改正をすべきなんじゃないかなと思うんですよね。だからこの課題、同性婚そのちゃんとできるようにすべきだっていう人は憲法改正を主張すべきなんですよね。で、この同性婚についてはやっぱり左派が推進しているんじゃないでしょうか。もちろん同性婚を求める右派っていうのもいると思うんですけど、やっぱり前に出てくるのは左派ですよ。左派はここでダブスタに陥っていますからね。左派は普段憲法改正については厳しい態度で臨んでいるでしょう。9条の解釈についてもやっぱ緩めるなというわけですよ。だけどそんな左派が同性婚についてはめっちゃ解釈ガバガバになってくるっていう、憲法改正せず法律の改正でなんとかしろと言うんですけど、もうそんなこと言ってたらもう右派の批判とかできなくなりますけど、なんかもうよくわからなくなってきますよね。今日札幌高裁ではこんな判決も出ています。同性婚を認めない民法などの規定は婚姻の自由や法の下の平等を保障した憲法に反するとして、北海道内の同性カップル3組が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は14日、憲法は同性婚も保障しており現行制度は違憲とする判断を示した。一方、法改正をしていない国会の対応が違法とまで言えないとし、国家賠償の請求は棄却した。いやちょっと待てと、憲法は同性婚も保障しておりって、本当ですか。この判断ちょっと雑なんじゃないですかね。本当に日本国憲法ってもうわからないですよね。冒頭言ったように、僕は憲法改正をするのであれば同性婚については認めてもいいと考えています。同性婚についての理解を深めるという意味でも、この憲法の議論をやるのは非常に重要だと思うんですよね。通常の法律の改正に比べて憲法改正には踏むべきステップというのが多くなるわけですよ。そこで同性婚の議論が進むことによって、やはり世間の認知っていうのも広がっていくんじゃないでしょうか。にしてもこの札幌高裁はおかしいんじゃないですかね。まあ最高裁まで行くと、まあ、どういう判断になるのかっていう話ではあるんですけど、やっぱりね、憲法改正なんですよ。同性婚というのはやはり大きな、まあ、これ社会にとっての転換点になると思いますし、まあ、だからこそ国民的な議論が必要になってくるんじゃないでしょうか。ということで今回は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。